ここから出発すると平等は平和どころか争いの種になってしまう。平等は遠い未来の理想ということにしておきましょうというふうに言っている間は、現状に対する不満の濃淡は争いとして表面化しないで済むかもしれませんけれども、平等から出発するとそうはいかないわけです。というか、平等という観念を政治についての2つのロジックが出会い衝突する舞台として、あるいは2つのロジックを出合わせ衝突させる装置としてランシエールは使っているわけです。一つは人間の集団を共同体とその合意に組織しようとするロジックです。言い換えると、同意を取り付けながら他人を支配しようとするロジック。もう一つは、任意の人間は常に任意の他の人間と平等であるという前提的事実をその都度確認しようとするロジックです。私たちは普通その二つを同じことだというふうに思っています。全員が平等であることを全員に、人間の共同体共同性は合意に基づいて組織されているというふうに考えている。けれども平等から出発するという姿勢を厳格に貫こうとすれば別のものになってしまう、なってしまわざるを得ないというところに、ランシエールの考え方といいますか目論みのポイントはあるんだと思います。まあ、彼がそういうふうに考えるに至った重要な契機は、ジョゼフ・ジャコトという19世紀のとある田舎教師の実践に触れたことでありました。まあ、詳しくはランシエルがこのジャコトについて書いた無知な先生という書物を参照していただきたいのですが、まあ、最近翻訳されておりますのでぜひお読みいただきたいのですが、そこでは要するに平等から出発するということが解放、つまり革命の方法の問題として重要に論じられています。共同体を構成する原理としてではなく、既存のそれを破壊する方法としてです。ジャコトの実践は実はどこにも複雑なところがない、極めて単純なものです。彼はフラマン語という彼にとっての外国語しか理解しない生徒たちに、当のフラマン語を全く自分は知らないままでフランス語を教えるという場面に立たされました。まあ、要するに外国人教師なんです。つまりフラマン語を使ってフランス語を教える、フランス語の文法をフラマン語で説明するということが彼にはできない、まあ、そういう状況でフランス語を教えなくてはいけなかった。それでどうしたかというと、彼は仕方がないので、自分はフラマン語を全然知らないわけですから、フランス語とフラマン語の大訳本を1冊生徒たちに渡しました。まあ、その時だけは通訳の助けを借りてですね、フランス語とフラマン語の両方を比べて自分で勉強しなさいという指示をした。で、指示はもう一つありました。何が書いてあったのか後でフランス語で私に言ってください。まあ、そのように指示をして、後で実際にフランス語で会話をする授業をジャコトは始めました。そうしたら生徒たちは実際に次第に少しずつフランス語ができるようになったというんです。たったそれだけの指示で正しい文法でジャコトとフランス語で会話できるようになった。彼はこの経験を一般化して普遍教育という考え方を提唱します。生徒たちと私の間には知性の平等があらかじめ存在した。それが存在したからフランス語の習得に説明は不要であった。説明という事態は教えるものと教えられるものの間に知性の不平等を前提するけれども、そんな前提を外しても十分に教育は可能であった。それは知性が普遍的に平等に存在しているからであると、まあ、こういうふうにジャコトは考えたわけです。まあ、彼の考え方を取り入れているかどうかは別にして、複数の異なる母語を持つ生徒を一緒の一つの教室に集めて一つの言語を教えるという外国語教育は今日ではごく普通に行われているはずです。移民の多い国では当たり前の授業風景ですし、日本にある日本語学校でも同じように日本語で日本語を教えているはずです。
知性は言語とは別であって普遍的に平等であるというふうに想定しなければそういう試みはできない。しかしジャコトがある意味でものすごいのは、知性が普遍的であれば説明なしの教育が可能であるということを、まあ、さらにもう一歩進めて、説明なんかしているからいつまでたっても生徒は生徒のままで教師に従属するんだと、教育から一切の説明を排除せよと主張するところまで至る点であります。説明を排除する教育、それが彼の言う普遍教育という方法です。誰でもラシーヌのような詩を書くことができる、バッハのように作曲ができるという前提で、かつそうできるための説明をしないでひたすらラシーヌの詩やバッハの曲に生徒を向き合わせるべしというものです。ラシーヌが自分の詩を必死に遂行したのに、自分の詩の美しさを普遍的に、つまり誰にでも理解させるためでしょう。つまり実はラシーヌも詩を理解する普遍的能力を想定したことになる。それを引き出せばよいではないか、そこに説明は不要ではないのかというのがジャコトの思想です。もちろん現実の教育としてはこれは非常にきつい作業を教える側にも教えられる側にも強いるはずです。できるかどうかも危うい、失敗も多々ある。それでも可能であるはずですし、現にあらゆる芸術は多かれ少なかれそうやって教育されているのではないでしょうか。そして即興の実践はそんな教育の筆頭なす事例のはずです。即興家である私は、同じ即興家であるあなたの中に、私と同じ能力を想定せずに信用せずに即興を始めることなどできない。おまけにいかなる説明も伴わないのが即興です。このように演奏せよという説明は全くない。即興とはむしろ説明を排する大いなる方法でありましょう。まあ、実際ランシエルはそうであるからか普遍教育を即興になぞらえています。一つだけ引用しておきます。即興は我々の知性の第一の特質、バーチューです。それの行使である、詩人としての質だ。即興を実行することにより人間は知り、自分が理性的存在であるということを確認する。我々の知性の特質は知ることより行うことだ。知るとは何でもない、行うことが全てだ。言ってみると即興の方法を考える代わりに即興を方法とせよと述べている。どうやってうまい即興パフォーマンスを行うかを考える代わりに、即興のできないものはいつまでたっても先生の位置を超えられないぞと主張している。超えられないまま自分の下に生徒を作り出し、先生の先生、生徒の生徒というヒエラルヒーを再生産するだけだぞと言っている。それでいいのかと脅かしているわけです。狙いを明らかでありましょう。説明のロジックと即興のロジックを普遍知性という一つの共通の観念の土俵の上で衝突させることです。説明の究極目標は生徒を普遍知性の高みに導くことであるはず。そこでは目標としての普遍知性が教える教えられるという非対称な従属関係を正当化している。普遍知性により近いとされるものが教師です。しかし即興はそんな近さや遠さがあっては即興にならず、そもそも普遍知性を前提とし普遍知性によって成り立っている。共通の言語、共通の文法がなくても会話は成り立つという信に基礎を置いている、信頼に基礎を置いている。究極目標の位置に遠ざけられているものを今ここで確認する手段が即興です。けれども実はこういう確認なしにどうして即興すら受け入れられるんでしょうか。説明が正しいと判断できる根拠は我々には即興ができるということではないのか。外国語を無知な先生から学ぶことができる能力を我々が備えているから、我々は説明する先生であってもその先生の説明が正しいと思えるんじゃないのか。まあ、こんなふうに即興は常識としての支配と従属の関係の中に争いを持ち込むことができます。
まあ、そうするとこういうふうにも言えるでしょうか。即興パフォーマンスにおいては実は即興をやってみせること、